政府クラブの平間正治でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。この場に立ってみますと、何か懐かしさを感じますとともに、若干違和感を感じているところでありますが、ただいま心の中では、まあ立場が変わっているんだということを自分に言い聞かせているところであります。多くの皆さんからご支援をいただきまして、こうして市議会議員としてのスタートを切らせていただきますことに、改めて心から感謝を申し上げますと同時に、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。新人議員として立場がありますけれども、まちづくりのために一生懸命頑張ってまいりたいと思います。先輩議員の皆様、また同期議員の皆様、また理事者の皆さんにはよろしくご指導ご鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げまして、一般質問に入らさせていただきたいと思います。代表一般を通じて最後となりますので、先の質問者と同じ項目もございますけれども、少し角度を変えて、質問をさせていただく部分もありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまず、地方創生と第5次小池市総合計画についてお聞きいたします。地方創生につきましては、我が政府クラブ代表の西条議員も、西条議員をはじめ、他にも多くの議員が質問しておりますので、その概要につきましては承知をしておるつもりでありますが、質問の中で重複する部分は割愛をしていただいても結構でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。国が地方創生に取り組むきっかけともなったきっかけとも言われております、元総務大臣、増田寛也氏の著書、地方消滅によれば、今後日本は急激な人口減少時代に突入すると指摘され、都会への人口流出と合わせて、消滅する地方都市さえ出てくるというショッキングな内容に、国もいよいよ本腰を入れて取り組む姿勢を見せておりますけれども、その地方創生には大きな期待が集まる一方で、過去何度も行われてきた地方活性化策やばらまき政策の二の舞になるのではないかといった懸念もあるところであります。今回の動きは、人口減少と東京集中という二つの問題の共通した解、答えとしてですね、地方再生というテーマを設定した点が特徴と言われております。一方で、地域づくりは、すでに国の押し付けによる確実的なものは、適合しないと、それぞれがですね、地方の特色を生かした地域づくりを行ってきているこの時代や環境の中で、この地方創生に取り組むにあたっては、地方がよほどの覚悟と方向性、また先見性を持って取り組まなければ、単に都市間競争が煽られるだけになってしまう、また取り組みやすいところだけへの取り組みや、あるいは既存事業の財源振り替え的な考え方では、これまた全国金太郎飴の一つなる程度に過ぎない状況で、やがては一時的なブームで過ぎ去ってしまうということも懸念されているところであります。また急激な人口減少という課題を背景とする中では、これらへの的確な対応なくして、地方の活性化、地方創生は大変難しい状況にあると考えるわけであります。したがって、第一義的には人口減少対策、少子化問題等については、国が地方自治体に向けた地方創生事業の実施と並行して、きちんと対応していくことが大前提であり、これを踏まえて、地方は地方のそれぞれの特色を生かしたお子さんを産み育てやすい環境整備に努めることが、大きな面から見て、国と地方の役割分担ではないかと考えるところであります。こうしたことを踏まえ、言ってみれば、これから人口減少が一気に進んでいく待ったなしの状態の場面で、小池としての地方創生に対する基本的な考え方、そしてまたこれを契機として小池市の活性化に取り組む意気込みといいますか、決意についてまずお聞きをしたいと思います。次に時を同じくして、第5次小池市総合計画の策定を進めてきたわけでありますが、どちらかといえば、総合計画の方が早くから取り組んでいたわけであります。そこに後発の地方創生との整合を図りましたり、また地方創生事業のメニューを平成27年度事業として取り込むことは、
作業上難しい面もあったかと思いますけれども、全体としてどのように反映できたのか、またその整合性についてお聞きをしたいと思います。そうした中で地方創生につきましては、国がこの3月に総額4000億円余の交付金を補正したわけでありますけれども、これに対して本市としましては、どのような観点、理由からどのような事業を申請したのか、また認められたのかについてお聞きをしたいと思います。次に2番の特色ある教育環境づくりについてでありますけれども、今子どもたちを取り巻く環境というのは大きく変わってきていることは周知の通りでございます。例えば高度情報化社会と言われる中で情報があふれ、また、やりたいことといえば語弊があるかもしれませんけれども、ある程度のことは何でもできる社会環境の中で、いわゆる現在の、子ども像といいますか、その中学生ならば中学生像というものが大きく変化をしてきているようにも見受けられます。私が見た感覚で申し上げれば、非常に個性が目立つ子どもが少なくなってですね、中学生あたりでもありながら両脇を見て、出過ぎない、遅れないというようなお子さんが非常に多くなってきているのかなというふうに感じております。全体的としては、没個性ということの中でありますけれども、一方では個人個人の考え方は非常に多様化して、いろいろな考え方を持つお子さんが増加している現代社会の中でですね、本市では新たに地域連携教育を推進しようとしております。私も選挙公約として学校と家庭、そして地域が一体となった将来を担う子どもたちの人材育成を掲げてまいりましたので、非常に関心を持つわけであります。何点かお聞きをしたいと思います。まず地域との連携についてでありますけれども、これについては言われて久しい面もあります。これまでも学校評議会といった制度などの取り組みが行われてきたと承知をしておりますが、そこでなぜ今改めての地域連携教育の推進なのか、そこには子どもたちがどういった状況であって、特に何のためにその地域の教育力というのを活用したいのか、またその事業の概要についてお聞きをしたいと思います。次に、これまでも本市におきましては教育再生というスローガンを掲げ各市の事業に取り組んできておりますけれども、現在本市が抱えている教育的な課題、こういったものにはどういうものがあるのか、また個々のこれまで推進してきた事業に課題はあるのかどうか、これについてお聞きをしたいと思います。それと推進体制についてでありますが、ただいまお聞きしました全体的な課題、あるいは各事業の推進における課題について対応するため、この地域連携教育を推進するということになるわけだと思うわけですが、その推進体制についてご説明をいただきたいと思います。次に括弧2の中学校クラブ活動の現況についてお聞きをいたします。ここではスポーツ関係の部活動についてでありますけれども、各種のスポーツに関する環境が著しく進展をしております。昨日、今朝とまた男女のサッカーが行われておりましたけれども、特にサッカーなどは組織体制もですね、一本化されていて一段と強化されておりますし、競技に取り組む低年齢化ですとか専門的な取り組みなどが以前に比べて一層進んでいるというふうに理解をしております。こうした中で早くからの、年少からの取り組みについては、正しい技術の習得ですとか体力強化などによる優秀な選手の育成など、スポーツ界から見ればプラスとされる部分と、一方でハードな練習による怪我ですとか損傷、あるいは学生生徒の本分であります学業への影響などマイナスとみなされる部分もあって、賛否が分かれているところでもございます。こうした中で中学校における部活動においても、端的に申し上げれば朝練習や土日の活動の疲れによって
授業中に集中できない子がいるので、朝練習や土日の活動を見直しましょうということになって、長野県教育委員会の指針が示され、本市においても検討の結果、県に準じて朝部活は原則廃止という方向性が示されていると承知をしております。改めてで恐縮でございますが、これらの経過等についてお聞かせいただきたいと思います。そしてまた、市内各中学校の現状と原則廃止しての成果についてお聞きをしたいと思います。次に3番目の施設整備とファシリティマネジメントについてございますが、待機施設の整備計画について、待機施設のみならずですね、公共施設の整備につきましては、計画行政推進の上で、最も重要な部分ではないかと思うわけであります。本年2月でありますか、施設整備の概要が示されて、その中では市民プールの廃止がいきなり示されるなど、市民の皆さんの中にも寝耳に水の感を覚えた方も結構いらっしゃいました。そして今、市立新体育館の建設が検討され、市民アンケートが行われることがこれまでの検討経過の中で方向付けされておりますので、これはこれとして尊重したいと思いますけれども、私個人の考え方といたしましては、市立体育館につきましては新体育館につきましては6万7千人の町として、当然ですね、備えておかなければならない施設ではないかというふうに考えております。そうした前提の中で建設の時期についてはですね、当然のことながら財政計画との整合を図ることが必要でありますし、規模やグレードについてはですね、本市の身の丈に合ったものとすることをですね、じっくりと検討して、その検討経過を明らかにしていけば、またその中で必要に応じて市民の皆さん、あるいは専門家の皆さんのご意見をいただいて検討していけばですね、市民の皆さんにも十分ご理解をいただけるものと考えておりました。しかしながら今、そういったアンケート待ちというような結果になっておりますので、これはそういうことので尊重していきたいというふうに考えております。また、現在の市立体育館の改修をですね、耐震工事を行った際にも、これをいつごろまで持たせ、その後は新体育館建設というのが規定の道筋であったというふうに承知をしております。したがって現在よく言えば慎重に体育館問題を検討していると言えると思いますけれども、市民の皆さんの中には随分と時間がかかるもんだねというふうに指摘をする声もございます。施設については建設した時期や耐用年数というのは当然分かっていることでありますし、これに皆さんが使用する傷み具合を勘案しておおよそいつごろが建て替えの時期になることはあらかじめ把握できるというふうに思うわけですが、そうした意味では早めの整備計画が必要と考えておりますので、残された待機施設についての整備についてどのように考えていらっしゃるのかお聞きをしたいと思います。次にファシリティマネジメントについてお聞きします。ただいまは待機施設の関係についてお聞きをしたところでありますけれども、これらを含めて建物や土地の有効活用を図り、効率的な運用を図ることは行政運営、行政経営にとってですね、必要不可欠なことであります。こうしたことから本市においては平成25年4月にファシリティマネジメント基本方針を策定し、各施設の活用や計画的な補修による施設の長寿命化、あるいは廃止によるランニングコストの削減などを進めてきたと承知しておりますけれども、取り組みの経過と現状について、そしてまた今後の取り組みについてお聞きをいたしたいと思います。以上で1回目の質問を終わらせていただきます。